今回の衆院選の結果を各党の幹部はどのように受け止め分析をしているのか聞きました政治資金に対しての議論ばかりがつながっているので日に日にやはり逆風というか自民党に対しての批判の声が強くなっていくような選挙だったと我々自民党が擁立するあるいは進めようとしている政策等についてえ地域との関係性の再構築が 知事選後も含めてやはりできていなかった自公政権に対する可否が問われた選挙戦でありました短期決戦で非常に厳しい選挙戦であるとともに政治とお金の問題が逆風となってかなり厳しいご意見をいただいたことも確かです話題がどうしてもその政治とお金の問題に集中して政策論争が全く と言っていいほどなされていなかったことも非常に残念でありますまあ私たちが当初から訴えてきた与野党白昼の状況がですねまさに県内で作られた政治と金の問題についての不信感とかまあやっぱりそこは良くないよねというあの世論はあったと思いますただ自民党への逆風とか野党への追い風というような私は受け止めはしていなくて むしろその与野党が拮抗する政治を望まれているという声が強かったんではないかなと思いますあの本当に非常に厳しい戦いだったなというふうに思ってまして、まあ、全国的にも本当にあの維新は、議席を減らさせていただいてしまったので、まあ、本当にこれからしっかりと足腰を強くしていかなければいけないなと、まだ伊藤に1人しかいませんので、やっぱり身近ではないというところが、あの今回の敗因ではないのかなというふうに思っております。 日頃の活動が今回の結果に繋がったと思います。前回よりも4万票近くの票を増やしたということは、やはり皆さんの信任を得たということで感じております。最後、えー、3日間ぐらいですかね。はい、えー、街頭演説やっても皆さんからの声っていうのは大きく感じて今回の結果出したんじゃないかなと思っております。 残念ながら皆さんの期待に応える、えー、結果を、ね、出せませんでした今の自民党政治、今の政治を変えたいという方の,あの思いに、ねあの,えー、の受け皿になるということは、ね、やっぱり私自身の,あの活動の不十分さもあって、えー、それに応えきれなかったとっいうことが、まあ、反省点であります。